週の動画の内容はアンケート結果で1位だったものです。アンケートに参加できなかった方はチャンネル登録をしていただければ、これからトップページのフィードに表示されるようになります。日本の大動脈東海道新幹線には全部で17の駅が設置されており、駅と駅の間の平均距離は約 30km です。そんな東海道新幹線には 68km にわたって駅がない区間があります。それが米原駅と京都駅の間で、滋賀県はこの区間に新駅を開業させる計画を進めていましたが、激しい論争の末実現しなかったという経緯を持ちます。今回は幻の東海道新幹線新駅南琵琶湖駅と結局建設中止に至った理由についてご紹介します。駅間が長い米原京都間に新駅を設置する構想は、東海道新幹線開業から5年後の1969年から存在していました。その後数々の自治体をまたいだ促進協議会を形成し活動を行ってきた結果、2002年には滋賀県、栗東市、促進協議会と JR 東海の4社により新駅設置の基本合意がなされ、2012年の開業を目指し、2006年には実際に建設工事を着工させるまでこぎつけました。新駅は当初は栗東駅という仮称で呼ばれていたものが、琵琶湖を栗東駅に変更され、最終的には南琵琶湖駅へと改称されていました。設置場所は滋賀県栗東市の東海道新幹線と JR 草津線が交差する付近で計画されていました。草津線の草津駅と手原駅のちょうど中間あたりに設置される新幹線新駅に合わせ、草津線にも接続する駅が設置される予定でした。滋賀県の新しい拠点として新駅周辺には多目的ホールや宿泊施設を整備する構想もありました。関西の中でも高い人口増加率を見せる滋賀県南部地域の発展を支えるために必要だという主張の下で、全額が地元の自治体負担の西岸駅として計画が推進されていました。 JR 東海と正式合意がなされ、実際に着工まで行われ順調かに思えた南琵琶湖駅設置計画ですが、着工の半年後には建設中止となってしまいます。中止の決め手となったのが、2006年7月に新駅設置反対派の加田由紀子氏が滋賀県知事に当選したことです。加田知事は就任後すぐに南琵琶湖駅計画の再検証を行い、栗東市との対立を押しのけ、2007年10月に正式に計画自体を中止させました。急な撤回の背景には、知事選前からすでに根強かった建設不要論がありました。人口増加を続ける滋賀県南部の需要に応えるために必要だという主張で進められた新幹線新駅計画ですが、一方で経済効果を疑問視する声が多く聞かれました。南琵琶湖駅の場所は新快速が通る JR 琵琶湖線とは直接接続しておらず、在来線からアクセスするには草津線に乗り換える必要があり、利便性はさほど高くありません。また新駅にはのぞみが停車しないため、結局滋賀県南部から新幹線に乗るには新快速で京都駅か米原駅に向かった方が便利という状況になりかねません。接続するはずだった草津線と新幹線のホームは400メートルほど離れる予定で、在来線との乗り換えが不便だという意見もありました。このようにさほど利便性向上につながらない中途半端な新駅のために、238億円という事業費を全額地元負担で行うことに反対する県民も多く、結果として建設反対派の知事が当選する事態になったと言われています。計画中止からしばらくの間、建設予定地は活用されないままの状態でしたが、現在では栗東市のまちづくり計画に基づき工場の用地やホームセンターとして活用され始めています。2019年12月には日清食品の関西工場が計画跡地でフル稼働を始めています。未だに南琵琶湖駅の計画中止を惜しむ声が時々聞かれるものの、県や JR 東海では新駅計画は完全に済んだ話として扱われている模様です。一度正式決定し着工したものの、結局幻の計画となるのは
近年の鉄道ではなかなか珍しい事例だと思います。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、高評価、ツイッターのフォローをよろしくお願いいたします。